ザンドマイヤー反応は、主役、または触媒として、動塩を用いて、方向属ジアゾニウム4からハロゲンカアリールを合成する化学反応である。ハロゲン化物やシアン化物に変換する反応である。本反応は、ラジカル機構による方向属嗅覚置換反応の一例である。ザンドマイヤー反応によって、ハロゲン化、シアノ化、トリフルオロメチル化、 およびヒドロキシカといったベンゼンの特色のある変換を行うこと可能である。本反応は1884年にスイスの科学者トラウゴット・ザンドマイヤーによって塩化ベンゼンジアゾニウムと同アセチリドからフェニルアセチレンを合成しようと試みたときに発見された。代わりにザンドマイヤーが管理した主成生物は塩化フェニルだった。現代では ジアゾニウム塩の調整と同時を触媒存在下での続く嗅覚剤による痴漢によって方向属網のもとを痴漢するためのすべての方法をザンドマイヤー反応と呼ぶ。最も一般的に使われるザンドマイヤー反応は塩素化、収素化、シアノ化、およびヒドロキシカ反応である。これらはそれぞれキュークル、キューブル、キュークン、およびシーユーニオを用いる。より最近では ジアゾニウム塩のトリフルオロメチル化反応が開発され、ザンドマイヤー型反応と呼ばれている。ジアゾニウム塩は、放酸塩、を溶化物、イオン、チオール、水、ジアリン酸などとも反応し、フッ素化はテトラフルオロ放酸イオンを用いることが行うことができる。しかしながら、これらの工程は、金属触媒を必要とするため、ザンドマイヤー反応とは大抵呼ばれない。 これまで開発された数多くの変法では、銅、鉄、およびコバルトを含む他の繊維金属使をも用いられてきた。その幅広い合成的適用可能性のため、ザンドマイヤー反応と、その他のジアゾニウム化合物の変換法は、方向属級電子置換反応を補完する。アショウ酸は、通常アショウ酸ナトリウムトスから、飲出で調整される。 二回のプロトン化段階の後、一等量の水が失われて、ニトロソニウムイオンが形成される。ニトロソニウムイオンは次に、アニリンのような方向属アミンとの反応において、旧電子剤として働き、ジアゾニウム塩が形成される。これは、ニトロソアミン中間体を経て進行する。典型的な反応条件を以下に示す。ザンドマイヤー反応は、ラジカル機構による、 方向属嗅覚置換反応の一例である。ザンドマイヤー反応のラジカル機構は、ビアリール複製生物の検出によって指示される。方向属ジアゾ元のハロゲン、または、ギハロゲンによる置換は、同種によ、触媒される一電子移動機構によって、開始され、窒素ガスが失われて、アリールラジカルが形成される。同種から、アリールラジカルへの CL、BR、 CN、または O の直接的移動によって地下やレーンが生成される可能性がある。代替提案では、アリールラジカルと同士とのカップリングによって形成される一時的な同中間体が素早く還元的脱離を起こすことで生成物が得られ、銅が再生する。しかしながら、こういった有機同中間体についての証拠は弱く、主に状況証拠であり、 これらの可能性を以下に示す。ありがとうございます。